皆さんこんにちは、高まるです。今回はこちらのブランケットを編みました。大きさは横が約99センチ、縦が47センチぐらいになっています。こちら編み方の方は2段1模様、2目1模様のあの編みやすい編み方で編んでいます。グラデーションが綺麗な仕上がりになっていますので、よかったら編んでみてください。 では材料の紹介をします。糸はダイソー産のグラデーションウールです。カラーはシックを使用しました。材質羊毛100%、重量約 30g、約 73m。ぎ針の目安はこちら7号針になっています。こちらを8玉使用しました。かぎ針は7号針を使用しました。あとは、 はさみ、とじ針、り、マーカーなどを使用しました。材料は以上になります。それではこちらの編み方なんですけれども、はじめに鎖の作り目を150目作りました。150目作って段数の方は全部で37段編んでいます。こちら模様の方は、横には2目が1模様で、縦には2段が1模様です。 こちらを繰り返していきました。サイズを変えられるときは偶数目でしたら何目でも大丈夫です。ではこちら、えっと、編んでいこうと思います。それでは編んでいきます。糸はグラデーションウールを1本取りで、かぎ針は7号針を使用します。はじめに鎖の作り目を作ります。作り目の方は偶数目でしたら何目でも大丈夫です。 えっと今回作品の方では150目作りました。150目作ってあのー、編んでいっています。で、今から編むのはあのー、編み方の見本ですので、作り目18目作ってあのー、編み方の方を案内しようと思います。では,は、始めに鎖の作り目です。糸端を手前に持ってきて左手の人差し指にかけます。親指と中指で押さえておいて。 この隙間に針を入れます手前にくるっと回してねじれたところ押さえておきます糸をかけて引き抜く引き抜きましたらこちら引き締めます左手で引っ張ってこちら引き締めてくださいこの輪が少し大きい時は調整してください簡単に調整できますあまりきつくなりすぎない方がいいと思います では、ここから18数えます。糸をかけて、1、糸をかけて、2、糸をかけて、三。では、作り目を18目作りました。 18目作りましたら1段目は長編みを編みます長編みばかりを18目、その目数と同じだけ編んでくださいでは18目目の鎖の裏山ではなくそのお隣の17目目の裏山にマーカーをつけておきます糸が出ているこちらが18目目そのお隣のこの裏山にマーカーをつけておきます では、長編みばかりを編んでいきます。長編み1目目は鎖が3目です。1、2、3。鎖3目編みましたら、3目目のところ、こちらにマーカーをつけておきます。こちら、長編みの1目目です。こちらが1目目 針に糸をかけてマーカーをつけたこの裏山こちらが2目目です2目めの長編み針に糸をかけて3目目裏山だけを拾っています裏山を拾って長編み裏山だけを拾って 長編みと一段目は長編みばかりです。長編みばかりを編んでいきます。では一段目は長編みばかりを編みました。次は二段目になります。二段目編む時に編み地を返します。今こう編んできましたで。くるっと返して、糸端が右下に来ていると思います。 でこちらの上の長編みの頭を開って編んでいきます。では、えっと、2段目は模様編みです。交差編みをしていくんですけれども、最初と最後の目は長編みを編みます。長編み1目で、次のところで交差をしていきます。1目目は長編み。鎖が3目です。こちら長編みの1目目 こちらまたマーカーをつけておきます。1目目の印につけておきます。針に糸をかけて長編みの交差編みをします。こちらが2目,目で3目目のところに針を入れます。1目飛ばした次の目。こちらに針を入れて長編みを編みます。1目飛ばしています。 針に糸をかけてこの飛ばした目に1目戻って針を入れます。針に糸をかけてこの飛ばした目に針を入れます。糸をかけて持ってくる。左側2本を引き抜く。2本を引き抜く。と長編みを編みます。針に糸をかけてずっと交差編みをしていきます。 この目針が入っ糸,糸が入ってあの出ていますので編みました。でこの次の目を飛ばしたこの目です。上から見てもらったらここは編みました。で1目飛ばした次の目横から見ると1目飛ばした次の目こちらに針を入れて長編みを編みます。 ここちら目目飛ばしていまますすのにに次に針を入れます糸をかけて、飛ばした目、1目戻って、こちらに長編みを編みます。長編み、針に糸をかけて、この目編んでいます。1目飛ばした次の目。 一目飛ばした次の目。こちらに針を入れて、まず長編み。で一目戻ります。針に糸をかけてこの目です。一目飛んでいます。こちらの目に針を入れて。長編みを編みます。 針に糸をかけて。この目編みました。一目飛ばした次の目。長編み。で一目戻ります。飛ばしたこの目に。こちらに針を入れて。長編み。 ではこのように交差編みを編んで一目、最後一目残してその手前の目まで交差編みを編みます。では二段目の交差編みの最後のところです。交差編みをして最後に一目残っています。マーカーをつけているこの目が最後の目です。こちらに長編みを編みます。長編みを一目編みます。で、最後の目、開うときに 向こう側手前1本を残して鎖半目と裏山と鎖半目と裏山とこう平てもらったら平いやすいかなと思います。裏山だけを残して鎖で平てもらってもいいですし鎖半目と裏山こう平てもらってもいい どちらでもしやすい方でいいと思いますでは2段目が編めました編み地を返します下側を通って返して次3段目は長編みです編み方はこの2段を繰り返しますので長編みが1段交差編みが1段です交差編みは最初と最後は長編みを編みますでこの間のところ交差編みをします では3段目長編みの1目目は鎖3目です。マーカーをつけておきます。針に糸をかけて、この目編んでいます。こう上に持ち上げてもらったら、こちら編んでいますので、隣の目から編み始めます。下の長編みの頭と見てもらってもいいと思います。 こちらが二目目。次が三目目。と編んでいきます。ではこの段は長編みばかりを編みます。それでは三段目が編み終わりました。 次は4段目になります。編地を返して、4段目は交差編みをします。最初と最後は長編みで、その間の目は交差編みをします。まず1目目、長編み、鎖3目です。マーカーをつけておいて、針に糸をかけて、 糸目飛ばした次の目目目飛ばした次の目こちらにまず長編み針に糸をかけて飛ばした目に戻って長編み針に糸をかけてこの目編んでいます。次の目飛ばして こちらの目に長編み針に糸をかけて飛ばした目に戻りますこちらに長編みこの目編みました次の目飛ばしてこちらに長編み 手前に戻って交差編みではこのように編んでいきます一段目が長編みばかりで二段目は交差編みというのを繰り返していこうと思いますそれではこちら今七段編みました 7段編みましたらサイズの方を見てみようと思いますこちら長編みばかりを編んでいる段で1 0ンチが何目かというのを見てみますこんな感じで見てもらったら私の場合は123のけって15目が1 0ンチになっています15目が1 0ンチで縦の段数は7段が1 0ンチぐらいです こちら参考に、このゲージを参考に目数の方を決めてください。私は100センチぐらいにしたいので、目数は150目で編みます。でと段数の方はあの編みながらあの測ってもらってもいいと思いますであの。これぐらいがいいかなというところでやめてもらってもいいですし、だいたいあの目安に、これぐらいな何段ぐらいかなというのを目安にあの作ってもらったらいいと思います。 ではこのように編んでいきますではこちら全部で37段編みました37段編みましたらもう糸の方あの終わりますのでこれで終わりにしようと思いますこちら8玉をあの使い終わるところですでは最後の長編みを編んで糸をカットして一度糸を通してから引き締めておきます これであとは糸処理の方をしておきます。他にも糸処理するところありますので、糸処理をして仕上げに進みます。それではこちら糸処理を終えて仕上がりました。こんな感じの模様に仕上がっています。編みやすい編み方にしたかったので、2段1模様こちらをずっと繰り返した編み方で仕上げてみました。 こんな感じで割と綺麗な仕上がりになっていると思います。糸の方はあのシックというカラーなんですけれども、あのシックな色で仕上がっています。あと他にもあの明るい色ですとか、えっと可愛い感じの色のグラデーションもありますので、そのあたりはまたあのお好みのカラーで編んでみてください。では、最後までご視聴ありがとうございました。